ム FM でのザム FM でのおなじみのゲストがいます。バンクベッド。はい、みんなこんにちは。みんな元気かい？今日はいつもとちょっと違うことをしようと思うんだ。おお。いいよ、始めましょう。はい、最初のコールが来ました。ごっ、はい、よ。私本当に、そうだよ、それで。ああ、忘れてた。バンクベッド。どこに。ある意味ではメイだと思うよ。音楽スタイルや信念について食い違い。俺は規則通りに動く方なんだけど、メイは直感と経験でロックする。そう思う。音楽はどんな気でも、ズークがまだ MSR クオリティ、私たちが倒そうとしてる独裁会社のものなんだ。最高のパフォーマンスを出すには最高の道具が必要なんだよ。わかんだろ。ブランドの忠誠心となると、とっても明確な立場を持っているんですね、メイデイ。憧れちゃいます。私は信念を貫いているの。こういうところグレーじゃダメだよ。ただの楽器だろう。クオリティ以外に意味なんかないさ。でもズークがそれを買って使ってるってことである。メイ、俺が支持しているのは NS。 オーケー、そろそろ時間だね。もうさよなら。ありがとうジェニー。俺たちも楽しかった。メイデイとズーク、ありがとう。近いうちにまた出演してください。資料が山盛り。新しい、この次はたくさん調査が必要かもしれない。今街中で最もイケてる男子アイドルグループ。ああ、そいつら見たことあるぜ。その上とってもイケメンで。そうです、 NSR 唯一、彼らのファン数は相当たるもの。金だろうな。でも心配はしないでください。彼らは今ツアーの真っ最中。少し努力すればすぐに彼らの空飛ぶリムジンに乗れるでしょう。嘘、彼らのリムジンまで乗れちゃ。ちょっとメイデイ。何よ。頑張って二人とも。ユニコーンのこと？じゃあ、あれをどう説明するのよ。ハロー、ユニコーンさん。相変わらずなんかさ、メイ、
おかしくないか？ルークはユニコーンの存在を信じたくないだけでしょ。バカット賞を受賞。これはアリスとカドルスが人々賞もないんだよ。賞はい、NSR アーティストとして活躍中。ライブ、ナチュラコンサートホールにて開催。壮大な体験が俺に任せる。ギターの準備はできたよ。うん、感じた。行くぜ。ナチュラコンサートホールにて開催。壮大な体験があなたを待つ。ギターの準備はできたよ。我々は森林を害するニュースで目を覚ましました。さらに別の地区の選挙を主張するバンクベッドジャンクションのニュースです。私はこの町のロックの歴史についてみんなに思い出してもらうことが今の義務であると感じます。当時ロックは一部のニッチな層を魅了しただけの音楽でした。人々がロックを支持したのはその音楽を好むからではなく、彼らが物議を醸すことを望んだからにすぎません。 NSR が EDM を音楽シーンに取り入れた時、我々は人々が EDM を愛するという世界を作りました。一部ではなく全ての人が。一時的に流行するトレンドではなく、人々の記憶に残る興味深い音楽として、バンクベッドジャンクションに投票する人々を見て、恥ずかしながら自分の過去のことを思い出しました。音楽が好きになった理由が一番わかる政党を選ぶと、ちゃんと都市が動くようになります。あなたが選ばないといけないのは秩序。秩序はビニールシティの進歩につながります。俺に任せね。本日は以上です。楽しい夜をお過ごしください。ビニールシティの皆さん、タティアナです。今朝我々はより気分を害するニュースで目を覚ましました。さらに別の地区の選挙を主張するバンクベッドジャンクションのニュース。点点って聞いたことあります。 Get ready! 点点の新アルバムが聞いてください。気に入っていただけたらまた次のアルバムを作れるように。
はできたよ。
せい。彼氏になってあの子をメロメロにしよう。は？敬礼。私たちなんで敬礼してるんだっけ。君のそのエキゾチックな美しさに敬意を表するのさ。そのツヤツヤした髪、美しい瞳、さらにそのセクシーな唇、僕たちは息をすることを忘れてしまいそうだ。息もできない。はあ、メイをそんなに簡単に落とせると思ってるわけ。チープな甘い言葉になびくようなタイプじゃないぜ。言ってやれよメイ。メイ、なーに、嫉妬してんの。メイ、私の唇がセクシーだってお前らのせいだぞテンテン。部外者は黙って、我々が現れたからにはセクシーな使命を果たすのに。あなたはサーマルゴーグルを装着した方がいいですよ。なぜなら僕たちはアフリカナさん。ぶっ倒すか。俺に任せる。君たち行こうぜ。
助けてください。後方で火災発生。メーデーメーデー。何？もうハンサムでもセクシーでも紳士的でもない。それでいい。やったぜ、俺たちうまくやってないな、まだ。リズムの旗がなびく限り俺は戦い続ける。オペレーションアウト。エネミスターよ、エネミスター。ギターの準備はできたよ。撤退しろ。俺の乾杯だ。さあ、と
のダメを刺すといい。そのためにここにいるんじゃない。君たちがユイユのピアノを壊したと聞いたぞ。俺の工場も壊しに来たんだろう。もう抵抗はしないからやれよ。何の話をしてるの。そんなつもりじゃ。いいさ、たとえ俺の軍隊を壊そうとも俺の魂を壊すことは決してできない。そもそも彼はどうやって咳をしているんだい。俺はサイボーグだよ。この咳、そして口からこぼれるこの血、すべて口、すべて NSR のためにある。はい、わかったわかった。もう家に帰るね。家、懐かしの我がふるさと。子供たちが目を輝かせながら路上で無邪気に走り回る日を夢見たあの頃、俺は心に誓った。大切な人々に平和を取り戻すこと、そしてその日が来るまで粉骨砕身の思いでこの町に奉仕することを誓った。それが俺の使命だと思っていた。俺は魂がある最強の兵士のはずなのに。ああ、俺はどうなった。かなり変わってしまったな。今まで NSR の名のもとにどれだけひどいことをしてきたことか。俺が、ちょっと君たち二人に話してるんだけど、どこに行くんだ。自分のしていることは正しいと思っているのか。何のために戦うんだ。一体何が欲しいんだ。じゃあテンテンのサイン入りポスターが欲しい。ただの冗談よ。待て、まだ68年のアズカー派閥へ派遣された時の話がまだ進んでない。それはケワンさんの尾根を通る厳しい旅だった。どれだけ強い兵士でもあの寒さで皆精神がすぐやられていた。俺はコンパスとパラシュートだけを背負い山の中を歩き続けたって。ちょっと聞いて。まずは水を4分の1カップ用意します。それを沸騰させて、香り付けにニンニク2かけとエシャロット2個を皮むきしてから四つ切りにして加えます。赤唐辛子のフレークも欠かせません。そして6つの、俺のテレビをまた壊すのはやめてくれよ。あの料理番組の何が気に入らないんだ。だって NSR についてのニュースを一つも見つけることができなかったのよ。でもあのシェフが映ってた。だから殴ったの。その言い訳、いろんな意味でひどくね。そう？でもさ、彼女の髪の毛どう思う？キモくない？それにちょっと縦穴に似てたし。もういいよ。